極めつけがショートのジーター12回の守備。三塁後方のフライに全力疾走、ナイスキャッチ。そのまま頭から客席に飛び込んでしまいます。ああ、ニューヨークの貴公子の大事なお顔が傷だらけに。ジーターはこの負傷で途中交代。さすがはキャプテン、体を張ってチームのピンチを救いました。秀樹の悲劇は7回の守備でした。誇りに思うとジーターに言わせたこのプレー。思ったより風に流されて、追ってるうちに足が最初フェンスにぶつかって、その瞬間も鼻を打ってたけど。しかしさすがのゴジラ、多少の腫れと鼻血だけでアイムオーケー。椅子よりも硬い鼻を持つ男です。気迫あふれるというよりももうちょっと早く諦めておけばよかったね。